探索生活11日目、始まります。石板の門を抜けると見覚えのある場所からスタートです。それはパート1で512ちゃんが降りた円筒状の穴、つまり地表に出たということ。かつて雪に埋もれていた場所、今や見る影もなきゃ、アドラー君、包丁ぶっ刺さったままですよ。繰り返す D の日の中で、膝の場を幾度か突破。ただこの門を越えた自分は戻ってきたことがない。かつてファルケ司令官は門を越え戻ってきたが、敬愛するめちゃかわけ系の司令官ではなくなってしまった。知らねえよそんなの。Am Ende der Wag nach Hause ich warte。虚無の門を越えた先、そこは赤く染まった何もない地表。先へ歩き続ける 256R ちゃん。まさに虚無、ここには何もない。続ける 256R ちゃんに誰かの精神が語りかけてくる。求めている人のようで、そうではない人、あなたは誰なのか。この場所に何もないというのは嘘だ。ある、この場にたどり着きながら、ついに目的を叶えられず機能停止に陥った無数のエルスターの亡骸が、彼女たちが倒れる虚無の地を進む、招く声に導かれるまま。Hab keine Angst。 そして虚無の地にはもう一つ、船体に512と書かれた惑星探査船、不時着したペンローズ512が横たわっていた。 Warum bist du hier? ずっと待っていた。それは 256R ちゃんを求めるアリーナ総作業員の声であり、そうではない、誰かの声でもある。応じるのは記憶を継承した全てのエルスターユニットたち。もはや呼ぶ声は一人ではなく、答える声も一人ではない。招かれた総作業員は、エアン偵察士官と一つに混じり合ったのだ。記憶は今や、私たちであり、私であり、私ではない。船に近づくと、不可思議に何かに UR を破壊される 256R ちゃん。それは、船が記憶する結末。そして、流れ込むのは戦争の記憶。混濁する意識の中、船へとたどり着く。この中に呼ぶ声がある。求めてやまないもの、永遠に待ち続けるものがいる。船体にそっと触れる。自分はまだ約束を果たしていない。船体をよじ登る。目指す先は緊急用の開閉ハッチ。私を夢から覚ますために、交わした約束を果たすために、256R ちゃんは、その力の全てを使って、ハッチを開けようとする。だが、破損したウワンは耐えきれず大破、バランスを崩し、船体を転がり落ちてしまう。この旅もまた、無意味に終わってしまうのか。私を起こすために起きて、約束を果たすために起きて、その声も今の 256R ちゃんには届かない。その瞳から輝きは失われ、機能停止、死んだのだ。シグナリス、クリアです。それでは、完走した感想ですが、謎を残したまま終わるバッドエンド。ああ世界は無常、ということですね。施設品の雰囲気は120点。膝い。教授、これは一体。起動するエルスターユニット。目を覚ました場所は、見覚えがある。ここは、ペンローズの船内。しかも破損、不時着する前。物語はここからが本番、というわけだ。船内の様子を見に行きましょう。補正をかけなくても明るい。見える見える。太いぜ。
不時着の衝撃で船底部は入れませんでしたが、今は問題なく通行可能。さすがに物資をぶち込んであるだけの空間はちょっと暗い。保ちは特になし。都市空間だぜ。僕はロマンチックな宇宙鑑賞フロア。ここで宇宙ユリックスとかしてたのかな。オイザン国家の誉れ、ペンローズ型宇宙船。本当でござるか？船尾観測用の窓。本来は探査惑星発見時、地表確認に使うのでしょう。謎の落書き、キャベツプリちゃん。意味はよくわかりませんが、落書きとはそういうものでしょう。でははしごを登り、上部を確認。荷物の上にメモ発見伝。メンテチェックリストだ。こういうのをきちんと行わずに書き込みだけすると、大事故につながるので、やめようね。メインフレーム、操縦席、エンジン、緊急冷凍睡眠装置を確認後、上司に報告。お尻で割ったカードキーが眠っていたのは、治療不可能な傷を負った人間用の睡眠装置。確かにカードキー君は上と下が真っ二つに割れ、治療困難な状態でしたが、もう嫌な予感がしてきたが、これが冒頭で稼働していたということは、ママヤーロ、結論を急ぎすぎることはない。ヤン士官に会う前に、他の場所もチェックしましょう。エンジン冷却システムルーム、目視確認、よし。ここは通常の手当てを行う医務室。特に異常はないが、読めるものは、緊急時対応マニュアル。もし任務が長期にわたり食料が尽き、極限状態に陥った場合、レプリカを停止させ、その血液や肉を食料にすることは推奨できない。長距離調査ミッションの複数事例から、それらは消化吸収されないことが判明している。レプリカの生存率は人間の 8.6 倍。自身の苦しみを長引かせることなく、レプリカを優先すること。嫌な調査事例だな。食堂のメインフレームをチェキ。規定コースを航行中。ヤン士官、512ちゃん、共にバイタル問題なし。小さな観葉植物くんは、すべてを見ていた。士官用の機密書類発見伝。ちょっとぐらい中を見ても、バレへんやろ。エルスター型の問題点。エルスターは状況への順応の高さ、長期隔離状態での信頼性の高さで本プログラムに選出。ストイックで控えめ、精神も安定、接触は最小限に留めた方が良い。オリジンがビネタの兵士であるため奥ゆかしいが、戦地と化したこともあり戦争の話題は避けるべし。兵士の写真を見せる、渡す、映画を見せる、音楽を聴かせる、友情を育む。これらは人間時代の記憶を呼び起こす可能性があるため、極力避けるように。冷たく突き放す以外全部 NG じゃないか？ヤン士官の業務記録、船内の時計をビネタの1サイクルに合わせた。エルスターが喋った時に確信した。宇宙船の発音がいざとエリカと一緒だったのだ。エルスターは彼女たちと同じビネタ出身に違いない。彼女の故郷、ビネタの海が見てみたい。ここで衝撃の事実。ヤン士官、伊藤姉妹と面識があった。いじめの傍観者としてだけでなく、高校生時代の友人だったのか。こちらもヤン士官のメモ、塗料がなくなりそうと言ったら、エルスターに笑われた。友情を育むなと言われてましたが、随分仲睦まじそうですね。まあ二人きりの長距離任務、仲良くなるなって方が無理でしょう。次の部屋へ移動。エアロックキーがないので、入れない。では操縦席に移動。問題はあるかな？着陸、ドッキング補助モニターよし。左舷側操縦パネルよし。メイン操縦パネルよし。右舷側操縦パネルよし。メインモニターよし。操縦席に異常なし、と、花丸押しとこ。わっせ。わっせ。メンテ項目確認、よし。ではヤン偵察士官に報告じゃい。あらかわいい。彼女が噂のアリアーネヤン偵察士官。512ちゃんを見て一目散に走ってハグ。あら。二人の好感度はすでに限界突破。流れるように幸せなキス。あらあらあら。長期間の任務に備え、最低限の活動を終えると眠りにつくエルスター。その度ヤン士官は恋焦がれ、乙女のように再会を待ちわびていた。二人の旅はすでに3000サイクルを突破。1サイクル24時間と仮定して。12.6% 増やして27時間。3000は約81000時間。9年以上も宇宙を放浪中。
もはや二人にとって互いは恋人や戦友を超えた存在。禁足事項などどこ吹く風で音楽オン。軍服を脱ぎ捨て、寝巻きでエルスターと寄り添うヤンシカン。宇宙に咲く一輪の百合。ああ、どうかこのままでいさせてほしい。その時、操縦席。無慈悲に表示される、警告の一文。デブリの接近を知らせるものでしょうか。想定外の事態に対応する操縦者は、眠りの中にいた。そして時間は進み、虚無の門。愛するエルスターよ。まだ約束は果たされていない。予備動力作動、よし。 256R ちゃんは再起動する。ここは現実か虚構か。惑星連の地表、極寒の猛吹雪に投げ出される。ベンローズ512は変わらずそこにある。地表に激突した時のまま。幸せ百合空間は無残にも破壊された。皮肉なことに穴が開いたのはヤンシカンの寝室。512ちゃんがかばったのか、衝突前に別の場所へ移動していたか。歯が抜けた、血がたくさん出た、手が震える。ありし日の記憶から一転、これは。これがアリアーネヤンシカン。傍らには、寄り添うように眠るエルスターユニット。彼女が最も近くまでやってきた可能性が答えでしょうか。彼女は私であり、私たちとなる。このウワンでの探索続行は困難。256R ちゃんは決断する。彼女のウワン、胸部外郭装甲を借りる。私は彼女となり、私たちは約束を果たす。約束のためなら。今、何でもするって約束したよね。外部装甲型のエルスターからパーツを継承し、新 256R ちゃんが完成。これはエルスターとヤンシカンのトラウマ、悲劇の結末の形。事故で冷却装置が不具合を起こしたのか、反応炉から放射能漏れが発生。歯が抜ける、吐血、髪が抜ける、被爆による影響が出始める。ヤンシカンは冷凍睡眠装置へ入りますが、やがて異常が発生。異常な細胞増殖が始まり、見るも無残な肉塊へ変貌。治療にレプリカ用のキットでも使ったのか、落ちた先でレッドアイと共鳴してしまったのか。いずれにせよ、これが感染ライン2の症状の正体。記憶だけにとどまらず、ヤンシカンの肉体に影響を受けていた。被爆と異常増殖の間のメモ。サイクルは3000を大きく超え、解読不能。事故は、ダンスの直後というわけではなかったのかな。孤独と激痛に苛まれるヤンシカン。それはどれほどの恐怖だったか。彼女は終わりを求めている。エルスターは、約束を果たす。肉は船を突き抜け、地下へと続いている。そこにあるのは、採掘施設シェルピンスキー。ということは、それはそれとして、再び砂浜へ。ここはレッドアイに誘われた者の庭。共鳴の行き着く先は根源的存在、人類より古き者の住処である。目をつけられたが最後、無限の生命であるレッドアイからは逃れられない。融合して一つになる前に、命を絶つ以外の方法はない。ヤンシカンが泣いていらっしゃるよ。Kapitel 3 Gestaltzerfall。といったところで、今回は終了です。次回、新シェルピンスキー。それでは皆さん、お達者で。